フッキランとは、フーランの古典園芸植物としての故障である。島もの、アサヒドのフーランは、日本特産の卵化植物で、樹木の上に生育する着生植物である。花が美しく、香りが良いことから、古くから栽培されたものと考えられる。その中から、姿形の変わったものや珍しいものを選び出し、特に珍重するようになったのも、 江戸時代の中頃まで遡ることができる。文化、文政の頃、一つのブームがあったようで、徳川十一代将軍家なりも愛好し、諸大名も、んに収集を行っていたという。この頃は、植木鉢の上に、金網の籠をかけ、手を触れぬように干渉し、あるいは、息がかからぬよう、拍手を口に加えたとも伝えられる。また、 産勤交代の檻に花をつけた植木鉢を籠に持ち込み、その香りを楽しんだとも言う。その後、次第に層が広がり、江戸末期には一般庶民にも愛好家が増えたようで、安政2年に作られた番付表が残っている。明治維新や第二次世界大戦の敗戦など、何度か存続の危機があったものの、ほぼ100種ほどが生き延び、現在に伝えられた。 古くから伝わるものは、ほとんどが柄物か肩代わりであるが、平成に入る頃から花物も増えつつある。なお、吹き卵を東洋蘭というのは、正しくないという向きもある。東洋蘭というのは、中国、台湾、日本のそれぞれの各国に自生する、春蘭族の園芸品種を西洋蘭に対して、東洋の蘭であることから、東洋蘭という名称を造語して付けられた名称である。 復帰卵や調整卵は、変化朝顔や松葉卵などとともに、古典園芸植物ではあるが、東洋卵と呼ぶのは、ふさわしくないとの見解もあることを付け加えておく。種として、水苔を用いる。洋卵のように着生状態で栽培することはなく、鉢植えで楽しむ。水苔を山のような形に仕上げ、そのてっぺんに栽培する形が普通である。なお、 水苔の塊はその中心を空洞にするように作る。成長は非常に遅く、年間に葉を2枚か3枚出すだけである。その代わりに、個々の葉は通常は4.5年、長い場合は8年も持つ。繁殖は古い茎から横に出る新芽が十分に育った時に株分けをする。特に名を付けられる品種に見られる、様々な形には、それぞれに名を付けられている。 茎乱は葉が重なってその姿ができているようなものである。普通のものは葉が両側交互に出て規則正しく重なる。個々の葉は平らでやや中央で二つ折りになり、全体の形としてはすんなりと伸び、葉先は水平に伸びるかやや下を向く。この葉先が上を向くのを立ち葉、葉先がうんと下を向くのを湾曲用という。また葉が短く詰まるものをこば。 豆花土という、さらに特殊な葉型として以下のようなものがある。大見いわゆるブチや柄である。代表的なものを挙げる。代表的な黒ボタンのは赤紫系の色花、八重咲など、茎は葉の基部が重なり合っており、軸と呼ばれる。普通、この部分には赤葛色の色が乗る。これを泥軸という。この色が出ず緑色のものを、 青軸という。青軸のものは根の先端部も緑色だが、泥軸のものは赤褐色が根の先にも出る。特別に綺麗な赤色が根の先に出るものもある。これらはそれぞれ青根、泥根、ルビーコンと呼ばれ、品種の重要な植物点であるとともに干渉対象にもなる。根を干渉する園芸は、数多い園芸分野でもほとんど類例がない。 キンクジャク近年は韓国などで、フーランの商業生産が盛んだが、多数の苗の中から園芸的に優れた変異個体が発見されることがある。フキラ乱を含めた東洋乱の分野では、一般に野生由来個体を珍重し、人工的に生産された苗に対して否定的である。しかし野生から新品種が発見されることは稀であり、その一方で未生産量の多いフーランでは、 それに比例して優れた個体が次々と選別され、自然界での発見が期待できないような有料品種まで出現するに至っている。そのため、賛否両論はあるが、優れた個体は人工生産品でも復帰卵として認める方向に動きつつある。なお、人工生産品を復帰卵として容認する場合でも、その範疇は風卵同士の種内交配個体に限定される。 他の乱との主観交雑誌は、いわゆる洋乱として扱われており、感傷的に優れていて、しばしば復帰乱点に出品される交雑誌も存在しているが、それらは今のところ復帰乱としては公認されていない。ありがとうございます。